朝鮮の軍事では、朝鮮王朝末期までの朝鮮半島の軍事を扱う。高麗では、武漢制度として二軍と六英を置いた。二軍は高さま軍と、劉古軍、六英は左右、守る、神とらえ、脅威、守る、金を守る、千牛守る、関門英である。各軍と英の下には両が所属した。両は千名の正規軍と六百名の予備兵で構成され、 合わせて45両があった。また軍と守るにはそれぞれ上将軍と大将軍1名ずつがいて、指揮する両の数によって、両ごとに将軍1名と中老将2名がいて、その下に老将、別将、参院、上、大政などの軍艦が配置された。二軍六栄の上将軍8名と大将軍8名で、重房を構成し、重房は、 軍の首脳部の会議機関だった。下級将校たちも会議機関があったがこれを後衣房と言った。全国のすべての軍隊は二軍六 a に所属するようにした。この他に予備軍団として、後軍と別部班があった。後軍は低層の時に喫炭に備えるために三十万人を選んだ。予備軍団でこれを統括する機関を光軍事と言った。別部班は、 畜生の時に、院の権威により、女子に備えるため、騎兵を中心に作った予備軍団である。全国の馬を持つ者はすべてここに編入させ神木とし、20歳以上の男で下境を受けない者はすべて神や弓として編入し、僧侶たちも、駒軍を組織した。すなわち、別部藩は、新規と神筆で編成され、冒険として、馬軍がここに属した。別部藩は、 正規軍と同じく指揮を通して訓練を受けた。戦時に出征する軍隊は五軍で編成されたが、すなわち、左軍、右軍、中軍、前軍、五軍である。五軍が出征するときに、派行英と投資が葬式したが、これらは重臣の中から任命された。朝鮮王朝の軍事制度は他の国家制度同様、後来の制度をもとに次第に整備されていった。 朝鮮王朝の初代国王李政慶は1392年7月17日に即位すると、その翌日に国王は改めず、まだ、後来のままであったが、途中外諸軍自負をなくして、吉沖新軍 A を設置した。これが朝鮮王朝中央の軍事制度確立の出発点となった。途中外諸軍自負は、李政慶が新軍中のイカ島から軍を率いて、 朝鮮に引き返してきた後に全国の軍事を統括、指揮するために設置した艦長だった。そして7月28日分部百艦の制度を反復する際に兵器、軍政、宿営、警備などは中枢院が受け持つようにし、訓練官は武芸の訓練及び兵所、先人の教習に関することを軍士官は 軍旅、兵糧に関することを、軍機関は、兵器、騎士、軍装、銃器に関することを、死水管は、戦艦の増収を呼びつって湯の監督などをそれぞれ、受け持つようにした一方を、吉岡新軍さ守る、応用、守る、金吾守る、左右衛、信号、守る、脅威、守る、備順、守る、千牛守る、関門衛などの従衛を定め、しばらく後には、 高来末期に置いていた三軍と政府を吉岡三軍府と解消して、高来以来の主家封鎖を廃止したが、高来の軍事制度と根本的に違うことはなかった。三百九十五年には、帝道伝の定義に従って従位を解消して、これを中、左、右の三軍に分属するようにし、中軍に吉岡、忠助、王武、神武の各自衛士、左軍に、 龍城、龍騎、龍武士の角順、英司、雄遊軍に古本、虎翼、虎雄の角順、英司を置いた。これら重子が三軍に分属されたが三軍もそれ、自体の直轄軍力を持っていて、この三軍重子が、順に、宮中の司守るあるいは、都の城の巡り守るを受け持った。 その後二度の王子の乱を経て1400年にはそれまで様々な弊害を生んでいた紙幣をすべてなくして、境外の軍勢をすべて、吉沖三軍府に編入させた。第三代国王大僧はその生死に応いを譲り渡すと同時に西を廃止したが1445年には、また十二子になった。第五代国王文層は1451年に、これを根本的に改変し、中軍に、 儀皇子、忠助氏、忠武氏を、左軍に、隆騎氏を、優軍に、古本氏だけを残して五氏にした。このように部隊の数は減ったが兵力はむしろ増加させ、核兵士を五氏に等しく配置し、それまで乱れていた軍事制度を再整備する上で、大きな業績を残した。その後1457年には五氏を五栄に改める。一方、核兵を兵種別と、 地方別で構成するようにした。五衛が形成された直後に三軍の制度はなくなり、したがって、軍令機関である三軍陳部所は五衛陳部所になり、1466年には五衛と府になった。それゆえこの五衛は、警告大典に記載され形式上では、朝鮮王朝時代の軍事制度の基本として後期まで、存続するが、分録。 慶長の役の時にすでにその無力が露呈し、戦争の時から祝層の時にわたって、訓練都間、護衛庁、恵比寿庁、近衛衛、修行庁の護軍衛が順に設置される一方、護衛は初期とは全く異なる形態の軍事制度に変貌していった。一方、地方軍の編成を見ると、最初は中央で直接これを統率するようになっていた。 すなわち1395年には、各道に平和し、平和断連し、平和断連福し、平和断連法案などを送り軍事を任せるように、すると同時に、ソウルにいる各道担当の節制し、副節制主の指示を受けるようにした。この時、各地方は、市中以外には、宴会、国境など、国防上重要なところにのみちを置いた。その後、 体操の時の部分的な改革を経て、清掃の時には、地方軍勢を大幅に改変した。偏鎮だけを守っていて、それが崩れれば防御する手段がない場合を考えて、角道の内陸地方にもいくつかの巨鎮を置き付近に、ある軍がを所鎮として編成し、その種類を指揮する、鎮関の制度をこの時初めて開始し、また地方官は全て軍事職を持つという原則も、確立した。 警告大典によると、地方には、平衛、水泳を設置し、その下に、様々な陣営が付属していた。平衛の長官を、平馬節度し、水泳の長官を水軍節度師と言ったが、その中でも栄安道と、慶将道は、女神と日本に近接するところであるとして、平衛、水泳を、それぞれ二つずつ置き、全羅道には水泳のみ二つを置いた。 そして鎮営にはその規模によって節制士、先節制士、同潜節制士、万古などの軍職があったが、大部分は守る霊などが兼ねていて、平安道、環境道の国境地帯と海岸の用地に限ってのみ、専門的な武職としての先節制士が配置された。一方、朝鮮時代には、王の新衛兵である賢治僕、内勤営、職業軍隊である、 訓練と艦など特別な場合を除けば、ほぼ兵能一致の不平性を採用し全国の徴兵的霊気にある青年を輪番で収して、これに充当させ、現役含むに必要な費用の調達のために、一定数の笹具足、または穂が支給された。一方、地方で起こる緊急な事態を中央に知らせるため、呪し引き利性と駅場性もあった。末期には、 別は座軍という新式軍隊を編成したことをはじめ、従来の更新的な軍事制度を刷新しようと努力して、形式上は連隊、代替体制の近代的な軍隊編成法が採用されたこともあったが、格別な活動なしに1907年にはついに日本によって強制的に朝鮮の軍隊が解散された。朝鮮王朝初期には朝鮮半島の地勢にあった戦術を開発し、 歴代の戦争史を整理して各種の兵書が編纂された。大祖の時、帝道伝はそれまでの兵書を参考にして独自の人法書を編纂した。その後、文章の時には、金総意の主導のもと古朝鮮から高来末に至る戦争史を整理し、東国兵官二官が編纂され、続いて古代から朝鮮王朝初期に至る期間の重要な戦闘を 戦略的側面から整理した歴代平洋も刊行された。また同じ時期に人法が編纂され後衛星に基づく軍事訓練法と陣を張る方法が整理された。この本は帝道伝が編纂した人法書を発展させたものと見えるが、後に平称図説と署名を変えて利用された。一方、下記の政作と使用法を整理した重刀を登録が 清掃の時に編纂されたこともある。新規矢を設置した火車武器は軍機関で製作されたが、地方の軍権でも製作されることが多かった。高来末期に再防戦によって草案された火薬武器は、朝鮮王朝初期にさらに改良され、その性能が2倍以上に高まり、大砲の射程も最大戦歩に達し、これまでより4、5倍に伸びた。文掃の時には、 火車と呼ばれる車輪で走るロケット砲が製造され、射程が約 1km に達した。これは車上に新規やというや100本を設置し、さらに火をつけて撃つようにしたものである。軍船として、体操の時、突撃用の船として、喫光船が作られたことがあり、微挙島船と呼ばれる、小さくて敏昇な戦闘船が製造され、海船で威力を見せた。 しかし武器製造技術は対外関係が安定した、青州の時から衰退し始めていて、分録、慶長の役の時に苦戦する原因になった。ありがとうございます。